竹で編んだゆりかご。ゆりかごに子供を寝かせて揺らし、寝かしつけるための道具でした。全体が靴のような形状で、底は平らになっています。かごに敷物を敷き、上に子供を寝かせます。本体部分は大きな六角形の編み方で編まれています。テイブは数本の竹で螺旋状に編まれ、頑丈な作りになっています。縁部分は竹ひごで螺旋状に編まれています。かごを吊るための縄以外にもう一本別の縄が取り付けられています。この縄を使い、子供が寝つきやすいようにゆりかごを揺らします。